はい、ということでね、探索の撮影を再開していきたいと思います。今回は多分、あれかもな、動画的に長丁場になるかもしれない。ですね。前半後半で分けようかな。前半中盤後半か。でもね、さっきね、うん、戻る寸前なんですけど、うんあっち側の建物の前はね、そうそう黒い服着た人がね、通りかかって、出たかなと思ってました。そう、グミさんと二人で、グミさんのあっていう感じ。気づいてました。二人で、私は去りますよ。去りよるね。去っていってるでいい。そこがピンポイントじゃないですか。去っていってるでいい。お、見て、植木市。植木市って。うんおー。植木売ってるってこと？そういうことすごいな。こんなんもやってるんだ。自転車。お部屋にお一つどうですか？育てられないっす。自転車がまあね、ここはね、普通に屋外フリマとかもね、こうやって開催されるようなとこですし。そうそうそう。まあ、ありえん話ではないっすわね。右。いいよ。ここがあれか、池か。イケアでも特に何も聞いてへんな、話な。不思議と。あ、噴水ってここちゃうやろな。噴水出てへん、これ。ちょっと今、もう一つ謎が出てきました。先ほどちょっと噴水やということで、ちょっと撮影してたんですが、まさかの、もう一箇所噴水があるということで。ダバダバ言うとるね。見つけてしまったんですが、ほら、ここも噴水ちゃう？まあ、噴水っちゃ噴水ですけど、どうなの？どっちの噴水？中央噴水ですよね。いや、中央噴水とは書いてへん。噴水周辺って書いてたもんな、あれ。ただ、あんなとこの周辺なんかよいかんない。いや、から、噴水の周辺やから、この辺とかじゃん。この近辺ってことじゃない。か、もしくは、その、噴水の向こう側の木のところが遊歩道になってて、そこを歩けるとかですかね。桜の木とか、ありますし。そういうことなんですかね。わからへん。まあいいわ。とりあえず、第2ポイント行こう。ですね。第2ポイント向かおう。まあ、移動中にね、なんかあるかもしれませんし。うん、そうそう。こっちゲート閉まってないですか、なんか。いや、開いてるやろ。開いてますかね。わからんけど。閉門してるっぽいですけど。そこ開いてへん？端っこの方。開いてますかね。いや、開いて。閉まってたりかれへん。大池東って書いてある。弁当箱吸ってたわけで。ポイ捨てやめましょう。もうちょっと端っこで食えよって思う。こういう公園でポイ捨てしたらあかんって、ほんまに。ですね。あ、地図ある。ちょうど。お、地図ありましたね。はい。これが園内地図です。中央ゲート。で、これが今、目の前の中央ゲート。現在地がここなんですね、うん。そうそう。あ、やっぱ、ここ、池の周辺こうやって、遊歩道になってて、ここに多分、噴水あるんです。うん。やったら、この辺のエリアなんじゃないですかね。出るとしたら。ですね。うん。うん、
ただ、これが中央ゲートやとしたら、このゲートが2箇所。これ、ゲート開いてるかどうかです、ね。ここやな。閉まってる？もしかして。閉まってるっぽいっすね。まあでも中にもあれ自販機があるから、いけるんじゃないかとは思うんですが。これは？回転扉ですね。あ、書いてる。山のエリア、開園時間って書いてある。時間外は ゲートを閉鎖しますって書いてある。ああ。あ、それ出口じゃん。あ、閉まってますね。うん。出口。ああ、時間外。時間外はゲートを閉鎖いたしますって書いてある。ですね。風車、行きようがないやん。じゃあ。行きようがないやん。ええー検証ができひん。まさかの、ね。フェンス越えるわけにはいかないですからね。うん、で、あっち側が出口ということは入るのはもうこの広いとこからになるんですかね。多分そこしかないんちゃう。うん。あれちょっと待って。一個疑問が出てきた。これさ、ここが言ったら、これが多分ゲートやな、青いの。うん。あ、ちゃうんかな？何何？あ、ちゃうんか。これ全部ゲートか。この黄色いとこがゲートってことか。あ、門、柵やな。柵なってるの。うん、ね、これが、この青いのがゲートかな。これ言うほど。これがゲートやったとしたら、うん、これが外にあるから行けるな思ってんけど、よう考えたら黄色がゲートか、ほんじゃ、うん。青い点は言うほどやな。うん。で、これが外の、柵やろな。うん。ちゅことは、今、さっきここにおったっちゅことは、ここら辺から、道あった？なんとか行けへんですかね。なんか公園は繋がってそうやけどな。ですね。一応なんかね、こう、あるけど。うん。そこしか、ないわな。うん。ここちょっと見に行ってみる。一回見に行ってみる。なんかあかんような気するけどな。うん。ワンチャン、隙間が。あ、あれちゃん、ゲート。ここにゲートあるわ。アウトちゃう。あ、ちょっと待って、これ登れるぞ。これじゃん。ぽいですね。階段になってて。これ左ちゃん。ぽいですけどね。いけそうな感じする。これは何ぞ。ああ、そうか。モニュメントみたいなやつか。モニュメント。うん。ああ。ゲート閉まってるわ。ゲート閉まってますね。ああ、閉まってる。アウト。入ってるわ、完全に。9時から5時半って。アウト。アウトでした。4時半。9時、9時から5時半まで。やっぱあれなんかもしらんな。なんか噂によると、うん、ここの鶴見緑地公園って、
自殺が結構多いっていう話も聞いてまして、うんうんうん、ひょっとしたらそれの防止の対策みたいなので、多分上とかって結構林になってるから、入れんようにしてるんちゃうかな。ですね。人の出入りせえへん時間帯っていうのが。どないしようかな、これ。まあ、検証もくそもなくなったしな。ちょっと散策してみるか。ですね。せっかくやから。このね、今、前に映ってる、ね、街灯のついてるとこから、向こう側は、結構ね、夜中とかでも、散歩の方がいらっしゃって明るいんですけども、ね、行こうと思ったところね、真っ暗ですもんね。まさかのスカということでね、今回は。ただちょっと、今からね、何があるかわからないんで、とりあえずひょっとしたら、言うても、まあ、こういうとこってやっぱ自殺とかも多いから、ですね。うん。いろんなとこにおる可能性はあるから。まあね。うん、まあ、亡くなった方とかね、幽霊からしたら、ゲートとか関係ないですからね。やばい。なんかライト注射ある。多分あれは電池の接触部だ。僕がね、今、見てるところからでも、ね、右と左とでも、全然、明るさとかが違いますしね。こんな感じでね。月が出てる。一回ちょっと地図で確認するか。そうですね、もう一回。今が、ルート確認とかのところで、花さじきっていうとこ通っていって、これが日本庭園の方やから、こっちがちょっと回っていこうか。乗馬の方。ですね。乗馬の方ちょっと散策しながら回ってきて。大池ですよね。うん、大池。ゲートは全部開いて。うん、これもゲートですかね、うん。で、上もゲート、ここも。全部ゲートや。ゲートは多分全部閉まってると思う。ですね、うん。なんかこれ、こっからずーっと回っていって、一周する感じで一回回ろうか。そうですね、うん。まあ、散歩がてら。うん、ひょっとしたら、そういうらしい、もしかしたら空気変わったりする可能性もあるし。前にこの辺に来たとき、大池の向こう側をずっと、ね、今僕らが住んでる方と反対側に行けたような気がするんですよね。いや、夜でした。夜、ほんなら、夜、多分これぐらいの時間ですね。閉めることにしたの。多分な。去年か一昨年俺来た時ゲートついてたからな、ちゃんと。すげえ、これ何？レストラン？レストラン？まだやってんの？まあ、盗難対策でしょうね。ボタニカルハウスって。ボタニカルはね、あれですよ。ボタニカルですよ。ボロニアソーセージみたいな感じの。あれじゃないですか。具体的な説明早い。テクニカルの仲間です。何やテクニカルの仲間。ボタニカルテクニカル。日本語で言うと。なんか天然素材とかそんなんじゃないですか。ボタニカルシャンプーとかってありますやん。植物由来とか天然素材とか。見て見て見て。はいはい。桜。おー、夜桜。桜がめっちゃ綺麗。夜桜です。めっちゃ綺麗。うん。やってほしいな。はあ。ボタニカルとは？天然由来。植物由来。こんな感じ。ああ。言うてましたよ。なんか植物由来とか天然由来とかちゃうんですかって。
そう、いや、八重さん聞いてなかったですよ。言うてましたもん、ね、今回はね。あの。後からは何とでも言って。まあ、そういうことにしときましょう。なんか今回はね、なんか、心霊スポットというよりは半分なんか、夜中の散歩みたいな感じになってしまいましたね。ですね。夜中の公園の散歩に。ただの散策動画。散策しながらボタニカルについて語りはね。これ何トイレ？これトイレですね。変わったトイレやな。うん、薄薄っぺらい。ここにもなんか公園がある。なんかキノコ型してるやん、あれ。ですね。なんかベンチかわからんけど。洋風のあずまやみたいな。なんかしめじみたいな。しめじな。確かにな。あ、この向こうが、あ、見えるかな？この向こうに橋ありますね。あれが、なんかあの、中国庭園かなんか、はい、らしいねんけど、なんか中国系の建物で、ま、このね、あれ、どこやったっけ？あ、鶴見緑地。鶴見緑地公園って、園内に、いろんなその世界の建物みたいな、日本庭園とかいろんな建物があるらしくて、その中の一つが、中国庭園っていうか、まあ、中国風の、家があるっていうことでね。で、なんていう、その中国風の家っていうのが、実は廃墟になってるらしくて。で、それがね、今ちょっと、見にくいかもしれない。なんかチラッと多分見えてると思うんだけど、ここにね、この辺ぐらいに、ちょうど建物があるんですけどね。これが、中国庭園で、なんか廃墟になってるっていう。まあ、ただ廃墟になってるというか、ただ単に老朽化のため立ち入り禁止っていう形でね、なんか出てるらしくて。あんま前行ったら。ちょうど、多分、今映像では白いなんか、真ん中ぐらいに白い物体が映ってると思うんですけど、これがちょうど中国庭園の建物ということで。向こうへ回らなかったね。うん。ですね。あ、もしあれやったら、ちょっと、画面の端っこの方に、ちょっと昼間に、探索に来た時の写真があるんで、それちょっと貼っときます。右下の方に、ちらっとその昼間の中国庭園の、多分写真撮ったやつがあったと思うから。池の水が、めっちゃ増水してる。柵越えてこっちまで来とるですね。書いてるで。餌を与えないでください。ペヨン言うてるな。何のこれ？水鳥やろ。水鳥か。あ、さっきおったな。当たるのも何にしちゃうで。なんかしとるで。あ、なんすか？雑とか嫌だよ。俺だけ大体っすか？雑ん来たで、雑ん。そんなピンポイントですか？てか、そこにおるんちゃうんですか？うん、こいつ水鳥でしょ？ほんまや。これ、ムクドリ。ムクドリ。すいません。ちょっと撮らせてもらいます。いやいやって言うと、カメラ向けた瞬間にケツ向けましたけど。何度もかんでも人のせいにして、ほんまに。見えへんな、ライトが。まあ。俺のライトが、周囲しか照らされへんから。遠くまでか、そうそう、ピンポイントでしか照らされへんから、遠くまでちょっと距離が伸びへんから、ちょっと映されへんけど。まあ、言っちゃあれですけど、ね、柵するならこの、池のね、この周辺にももうちょっと高い柵をつけといてもいいんじゃないかなと思うんですけどね。絶対水難事故とかも出るで、こんな。で、ここから、桜のトンネル。めっちゃ綺麗、これ。はぁ、あ。すげえすげえすげえ、桜のトンネルの。ここからね、入水して、奥の方まで行ったら、ね、なんぼでも、入水系ができちゃうと思うんですけどね。
いやいやいや。まあ、ね、言っちゃうと、あまりにも不謹慎すぎるので、言いにくいですけど。写真撮って。八重さんが写真撮ってます。普通になんか夜桜見物の人みたいになってません？花見、まあ、結果的にそうなっちゃいましたけどね。花見配信なの。まあ、でも、それでも、いいじゃないですか。花見配信です。心霊配信じゃなくて、花見配信になってます。これ食い物とか持ってきてて、うん、スポットで何か食って、検証とか考えてたら、うん、もう完全に花見になりますよね。お前花見で飯食いに来ただけに。そうだよ。ほんまの花見配信。お団子でも買ってきちゃうかったな。お団子。お前、花見配信するもん。一応ちょっと念のためにということで、ゴーストチューブ、ちょっと起動しながらね、ちょっと移動 してみたいと思います。言っても、しかも俺、バッテリーあれへん。携帯のバッテリーあと 9% しかない。やばい。僕の方は 81% あるんで、起動しましょうか。あ、そっちで踏んじゃったのも。ザッツンの方でゴーストチューブを、はい、今、起動してます。こんな感じで。あ、なんか今反応したんです。ちゃんと。聞いている。どなたかいますか？誰かいますか？え？こっちの方。どこ？どこ？え、どういうこと？何がどこなんですか？池のとこにいます。鼻かい。まさかのゴーストチューブが反応してます。微妙な反応ではありますけどね。うん、俺、光に反応してるって言うわけちゃうな。ちゃうではないですね。そうよ。友達ですか？友達やで。出ておいでよ。雑誌の方には全然反応しないですね。メーター動いてる？微妙なとこですね。でも池の方を向けるとね、うん、ちょっとね、ゲージが黄色い方まで行きおるんですよね。そうですね。寒い。こっちだとこんなもんなんですけどね。寒い。で、池の方を向けると、ぐーっと。うまい。めっちゃ反応してる。黄色の方にちょっと行きおるんですよね。全然。ちょっと、これ、緊急でちょっとやる？この近辺で。そうですね。雑音めっちゃ反応してる。電話。電話かけてくれんの？電話かけてくれんの？これかかってきたら、恐ろしいですけどね、これ。地獄。地獄？めっちゃ反応してるやん。ここら辺ですね。半分ぐらいまで反応してますね。より高い、どこへ高い、ね、上に向けると全然なりますね。下？これ、視聴者さん見てください、これ。これ、上の方を撮ると、こんなんなんですよ。うん、それをずー
っと下に行くと、めっちゃ反応してる。どんどん、ここまで反応してます。でも、こっちは全く反応してないのよ。ああ、でも若干な、あれか。若干の、あれは動いてるっぽいねんけど。でも、うん、ほぼ反応なし。一瞬ね、なんで、うん、この角度を映したときにね、うん、カメラのピントがね、うん、ずれたんですよ。年年年年くんですか？年。年って書いてある。今、何年？2023年？今、令和5年。令和5年です。うん。年。令和5年です。全然反応なしやな。雑の方でもめっちゃメーター動いてんね、うん。雑の方めっちゃ反応してんな。あなたはここにいますか？いたら教えてください。なんか微妙な反応なんですよね。一瞬なんかズームがかかりかけて、また戻るみたいな。それが何回か起こってますね。ん？なんか音した？なんか鳥の声とは違う、なんかザクザク言う音が、歩いてるような音がしましたね。ゲームショなんか雪の上歩いてるようなザクザク言う音がちょっとしましたけどね。私は何をすべきか、何をすべき、出てくるべき、なんか物音してる。何を？なんかめっちゃさっきから反応が。こんにちは。こんにちは。こんにちはちゃうな。こんばんは。こんばんはですね。うん。いや、おはようかもしれない。おはようは早すぎないですか？こんばんは。おはようはちょっと早いな。おはこんじま。じゃあ、おはこんばんちは。宮根さんのは反応してんの？反応なしやなぁ。よし、ということで。ちょっとここで、緊急で、ちょっと雑に検証してもらいましょうか。はいはい。この辺で一応カメラ置いとくから、はい。もうちょっと後ろ下がって、ちょうどその柵ぐらいのとこまで下がって。はいはい。で、もうちょっと左。反対反対、それ右。うん。その辺付近で、ちょっとゴーストチューブの検証しばらくやっとって。はいはい。うん。一旦ちょっと俺ら離れるわ。お願いします。はいはい。そうですね。明かりが多少あった方がありがたいです。なぜあなたは来たのですか？あなたに会うためです。
これ録画入ってるんですか？じゃあね、緊急で、この、池のほとりで、ゴーストチューブ、試してみようかなと思います。うん。うん。あなたはここにいますか？いたら返事してください。あなたと話がしたいです。いたら答えてください。いいえ。ダメですか？あなたに会いに来ました。お話がしたいです。お話ししましょう。うん。うん。お話できませんか？お話ししに来ました。闇。暗いですね。あなたは今どこにいますか？あなたの後ろに。刑務所。じゃあね、ちょっとお時間が来たので、おじいさん、終了いたします。人影見たのに見えて、なんかね、嫌な気というか、検証しやっていきたいと思います。